今日、熊本空港では初めて国際線の定期便を使い、県産品が輸出されました。今、熊焼酎が入った段ボールを台湾に輸出するための積み込み作業が行われています。初めての輸出先は台湾の台北へ。現地のイベントに出品するため、台湾の航空会社チャイナエアラインの定期便を使い、4銘柄の熊焼酎合わせて120本が送られました。これまでの輸出は福岡空港が主流でしたが、熊本空港を利用することで時間とコストが大幅に削減できます。ビジネスチャンスが広がっていると思うので、これからも積極的に台湾の方にアプローチをかけていきたいと思っています。半導体関連製品の輸出を見込み、進む熊本空港の機能強化。県は輸出先の拡大を模索しています。今後はですね、さらに韓国やあるいは香港など、そういった地域にもですね、出せるように体制を整えてですね、頑張っていけたらなというふうに思っております。